違う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  もう一回言って、もう一回ないから、はい、せーの、つがチューバー、つがチューバーこんにちはとかダメですよ、違いますよ、タイトルコール何普通に挨拶してるんですか、はい、はい、今日2回目ですね、はい、前回は児童発達支援事業所プチというのはこういうとこですよ、でこんなメンバーが、職員としていますよという話をして、はい、これで材料は揃いましたから、はい、いよいよプレゼンテーションの、ドキドキ、はい、でプレゼンテーションね、やっぱ15分から20分ぐらいあったんで、これ全部難しいので、今日は概要柱をですね、今からさんにお話ししていただきたいと思います。はい、はい、ちょっと緊張しますが、お話しさせていただきます。急に緊張してきた。はい、はい、概要ですね、はい、はい、プチはさっき前回の動画でね、そうです、動画で、はいはい、動画で、こういう人たちがいますよっていうのをちょっと紹介したと思うんですけど、はい、本当に一人一人がすごく輝いている職場なんですね、はい、でどうしてなのかなっていうのを結構疑問に思っていて、なんでこんなにプチってすごくまとまってるんだろうとか、こんなにすごいいろんな専門職がいて、正直一人一人が本当竹島さんみたいな人なんですよ、本当にもう本当に竹島さんみたいな人で、まあ竹島さんみたいな人っていうと竹島さんにちょっと失礼なのかもしれないんだけど、本当にみんなその道の天才ばっかりが揃ってるんです。だから言ってしまうと個性豊かな人たち、まあもっと言うと個性が強い人たちがいっぱいいるんですよ。なのになんでこんなにまとまってるんだろうなってすごく思っていて、でそれをちょっと紐解いていたプレゼンになってます。でそんな天才たちが集まるんで、プチって本当にいろんなアイデアが出ていて、2020年度で始まったもしくは増えたイベントが13個あるんです。なので月に1個以上は出してるっていう感じ、そのぐらい本当にちょっとアイデアあふれるそんな職場です。でそんなアイデアをもういとも簡単にっていうわけではないんだけれども、出せているのはなんでかな、なんかいろんなこう企画書とかをね書いて出しているわけではないんだけど、その厚さをすごく受け止めてくれる人がいるから、多分そういうことができてるんだっていうことにちょっと気がついて、でなんでなんだろうなっていうふうに思った時に、きっとリーダーの秋山さんが多分それを全部ね受け止めてくれて、で私たちが安心してやれる環境を作ってくれてたからなんじゃないかなっていうふうにすごく思ったんです。でその正体は何かなっていうふうに思った時に、きっと存在承認なんじゃないかなっていうふうに思ったんです、うん、秋山さんが私たちにいつも言ってくれてたのは、それでいいですよ、そのままで大丈夫だよ、言ってくれるとすごく助かるんだよっていうことだったんです。なのでとても私たちは安心して子どもたちにも接することができていたし、それを育てている子どもたちを育てている保護者の方たちにもすごく愛情を持って優しさを伝えていられたと思うんですね。なのでそこをみんなに知ってほしいし、そういうことを他のグループでもやっていけたらみんなハッピーになっちゃうんじゃないかなっていうふうな、なんかそういうことを伝えたくて愛のメッセージを、はい、プレゼンにしてみました。なるほど、はい、その、チームのあり方みたいなところを、深掘ってみたり紐解いてみたプレゼンテーションだったんですね。で、確か僕の記憶だと今沼倉さんが言ったように、こんな人がいるこんな人がいるこんな人がいる、でそれってねこのリーダーがいたからだよ、でそれは存在承認というものをベースにしてチームが構成されていたということだったんですよね。で、審査員がね外部の人だったんですよ。でその外部の人がやはり専門職が揃っているだけにそういうプレゼンテーションに移ったようです。で僕もそう思いました。でも今の話だとチームの話じゃないですか、職員サイドの話で、そこに専門性は何なのかみたいなところで、キーワードは存在承認なのかなって思います。はい、合ってますか。はい、でその存在承認というのがどう子どもたちに、っていうのは子
子供たちがここで、そのままでいいんだよっていうのをベースにした上での支援っていうことですかね。そうです。子供たちに対して私たちは、そのままの自分でいいんだな、生きて、うん、生まれてきてよかったなとか、うん、自分たちがいるおかげでっていうか、自分たちがいるからこの人たちも喜んでくれるんだっていう、そういう感覚をやっぱり持ってほしいっていうふうにすごく思って接しています。うん、で、なんだろうな、から安心安全っていう、そういう基盤のもとで、うん、人は育っていくし、自分っていうことものを見つけて、それで人に接するっていうことができると思うので、その安心安全っていう基盤を作るっていう上では、とても存在承認がすごく大事なんだっていうことを、うん、このプレゼンを持って伝えたかった、本当は伝えたかったところで。なるほど。でその上で、体の使い方がねとかっていうようなとこになっていくとですかね。全然違うんですか、ちょっとわかんないですけど、例えば沼倉さんが体の使い方とかを子どもたちに伝えますと、でそこに安心安全があるっていうのとないのでは、入り方が違う、入り方が全然違います。なんでか、なんでか例えば、そうですね、例えば、はい、不安を抱えながらやってしまうと、どうしても緊張がずっと筋肉にも入りっぱなしなので、本人が本当は心から楽しむものであっても、筋肉の緊張がほどけない限り、体を自由に伸ばせない、好きなところに向かっていけないってことは、自分の気持ちもそっちに向かっていけないっていうことなので、心と体はすごく表裏一体だから、やっぱりその心の安心安全がある上での体の動きっていうのを誘発していきたいので、とてもとても大事だし、つながってる、切り離してはいけないところだと思っています。なるほど。筋緊張って結構あれですか、すぐ分かるもんですかね、枕さんとか見ると。触ったり、歩いてるの見たりとか、あとはそうですね、椅子に座ってる状態とか、だいたい姿勢を 見ると、はい、分かるんだ。なんとなく弱いかな、高いかなっていうのは姿勢で、はい、なるほど。他の相談支援で未就学の、ね、子たちの事業所の様子とか見させてもらうんですけど、結構やっぱりその発達障害の子たちって、なんか背中の筋肉がなんかちょっとこうね、筋力が弱いような印象も受けていて、で時折ですね、どっかの事業所だとちゃんとしなさいみたいなね、で子供ピンってなるんだけど、またすぐクテッとなる、いやあれは筋力の問題だろうなって思って見たりするんですけど、そこがそのなんて言うんでしょうね、緊張状態っていうものと筋力の弱さと、そういうところ どう見てその支援をするんですかね、その沼倉さんだったら、作業療法士的な視点で。そうですね、まずどうして姿勢が崩れてしまうのかっていうところから入ると思います。その緊張の状態が弱いからなのか、それとも感覚が弱いからなのか、感覚って言っても触覚とか固有感覚とか平衡感覚って言って、無意識の中で働く感覚があって、でその感覚のどの部分が一番弱いのかなっていうところをまず掘り下げて見ていきます。なので、プロっぽい、はい、意識をさせるっていうことよりかは、その無意識な部分のところをまず、探って、そこから攻めていくっていうのはちょっと変なことがアプローチしていくので、それには本人が心が緩んでいかないとうまく出していけないので、ちゃんとしなさいっていうよりも先にその子が今どうしたいのかなっていうことに寄り添いながら見ていきたいなと思ってます。なるほど。ちゃんとしなさいという緊張感を高めていくことではなく、そうですよね。ちゃんとっていうワードもわかんないしね、ちゃんとってどういうことってなっちゃうから、確かにちょっとね、具体的に言ってあげた方がいいかもしれないんだけど、その前にどうしてその子は姿勢が崩れてしまうのかなっていう大元の原因を探ることが大事かなと思います。でも結構見ますよ僕、そういう事業所、
ちゃんとしなさい、ピンみたいなね、でちゃんとその時はね、威圧ですよね、圧力かけてもその時だけしかできないし、それがずっと続いてってしまうと、継続的な萎縮につながってしまうので、うん、萎縮ね、うん、そこに行くと、はい、こうなんか緊張しなきゃいけないっていうことになってしまうと、結果そこに行きたくないっていう気持ちになってしまうので、やっぱり楽しい、あそこに行くと楽しいんだよなっていうふうに思えるのが多分根本だと思うから、なるほど、うん、まずは姿勢もそうなんだけど、なんでそうなってるんだろうっていうことを考えてあげたいなと思います。なるほど、それの、大事なことは存在承認だよ、あれがまま君はそれでいいんだよっていう、そうそうね、ここまでを、まあ本当はプレゼンのね、なんて言うんでしょう、中としては、構成が組み立ってたと思うんですよね。で、まあ外部の審査員の方はその辺も盛り込んだ上でだろうということで、高い得点をつけていらっしゃいました。でもこれね、意外と分かんなかった人は分かんなかったかなと思います。チームプロダクトの話かなみたいな、うんうん、なんかね、そういう風に受け取った人もいたんで、なんだメンバー褒めて優勝かよっていうね。なんで改めて動画でその辺ちょっと伝えたかったなと思ったんで、いろいろ聞かせてもらいました。ありがとうございます。はい、で僕今思いました、はい、その固有感覚がねとかね、そんな話してわかんないです、みんな。わかんない、はい、で、でも、福祉をやってる人たちって、その医療職の見解とかってあんまり聞けなかったりとか、うん、なんとなくのそのなんて言うんでしょうね、経験上で培っていくようなもの、でも本当はこうなんだよっていう、きちんとした、まあ、データとか、うん、知識とかで大事だなっていうふうに思うので、これ津賀チューブはちょっと面白おかしくやってますが、山倉さん、はい、福祉チャンネルを作ります。おっと、そこでちょっと、医療的な知識も入れながら支援ってねっていう話をやっていきたいと思うんですが、ね、協力してくれるかな。いいと思う、でいいのかな。わかんない、クレーム来るかもしれないけど。そうだね、はい、はい、はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、なんか言い残したことがあれば、何でもわからないことがあったら私も一緒に調べますので、皆さん聞いてください。はい、コメントお待ちしてますということでね。はい、はい、じゃあ今日のつがチューバーおしまいです。おしまいです。優勝おめでとうございます。